生の QR コードを私出したくて、初配信で出そうと思ってたの。調べたんだよ、あまりに出したくて。なんかグッズとかで買ってくれた人にさ、ありがとうございますってさ、たまにこうさ、ショップの URL 貼った入ってるさ、なんか QR コード付きの紙が入ってたりするじゃん。出すか。それでさ、あ、群堂先生、群堂先生って誰？突然知らない人の名前が出てきてびっくりした。毒貝先生のさ、チャンネルに飛ぼうと思ったらさ、毒貝じゃなくてさ、毒貝ちなみの QR コードだったりするの。群堂先生って誰だ？ごめん、今幸福の科学しちゃったわ。幸福の科学は面白い。すー、群堂美玲です。いやー、ついに僕も大川隆法になる時が来ましたね。いや、私だとは言ってないですよ。何の話？もうやめてよ。え、じゃあ私別に今から、じゃあうさだペコラ降霊させましょうか。すー、うさだペコラペコ。個人税は無敵ですよ。今気づいたんですか？個人税って無敵なんですよ、本当に。今気づいた？